第二弾、日の神神楽、火伏せの舞。さても、かぐ土様の息吹が現れよとはい、火の神の化身が舞う。火の神神楽をめでようではないか。吉兆吉兆。山の守護神、火走りは家具土の狼に慎み敬って申す。我は河内の国、四季山毘沙門天皇公の行者なり。我、千日の修行を経て、火走り神社の神に導かれ、家具土の狼の御前に参上つかまつり、この神儀を得得せんと欲す。何とぞ、御伝授なさしめたまえと賢い申す。そこな行者、その業績あっぱれとて申し遣わす。古来佐野の里は神仏の宿り根本道場として、摂関家九条政元の荘園を営んだところである。その折に、この火走の里にて、裏盆への隔離の舞をめでてな。今日の舞にも劣らぬ舞ぶりであると褒めたたえたものよ。して、その方の所望する、この火走の奥義が、火の神神楽の炎の息吹であるが、それを得得しに参ったのじゃな。恐れ入り申す。炎は命の静まりを表すのじゃ。そして波動は感動を呼び起こし、記憶をよみがえらせる、よみがえりの技である。とくと接見して得得するがよい。